はい、こんにちは、くつざわです。突然ですが、離島の意思を代表立花隆にお伝えしてですね、NHK から国民を守る党から離島することにしました。党の名前で、私にご投票くださった方に深くお詫び申し上げます。せっかくですね、NHK から国民を守る党だから、という理由でですね、私に投票してくださった方は、誠に申し上げません。党の皆様、今まで誠にありがとうございました。お世話になりました。まあまあ、離党届、こんなのね、簡単なの、送ってもあるんですけれども、離党の理由なんですけれども、まあ、ちょっと代表についていけなくなった、というのが、まあ、簡潔にはね、理由はいろいろありますけれども、まあ、参院選に出るっつってですね、その費用を議員に出せていったのが一番問題かと思います。本来、供託金っていうのは、政治家になりたいっていうですね、強い意志を持つ者が自腹で用意すべきもの、候補者には負担させずに、現職議員のみに負担させるって、おかしくないかっていうね、候補者は何にも手ぶらで参加してんですよ。おかしくないですかそれっていう話。あとですね、参院選に10名の立候補者を出すことに対して、党全体の総意を確認したのか、いうことですね。私は、まだ早いんじゃないのか、これ自体にも賛成できないんですよ、実は。まだね、地方議員39人で参院選に挑戦、早いんじゃないか、賛成できない、この立候補自体にも。あとは参院選候補者をですね、独断で選定してですね、誰にも何の相談もないと。で、その独断で選定した候補者に、が使うから金を出せと。こういうところ。あとですね、まあ、軍資金を確保してない状態にもかかわらずですね、まあ、手元に、お金がない、これから集めるって状態で、参院選に10名出すって記者会見やっちゃうって、無謀すぎないか。計画性なさすぎないっていうですね、まあちょっと呆れたという。あとですね、候補者、参院選候補者の中に、前の前の彼女と、現彼女が、その中に含まれるっていう、非常に私的な選定である、ということですね。男女関係に、潔癖ではありませんよ、私は。ですけれども、こんな私でも、ドン引きしてしまいました。4月27日、総会のやりとりでですね、まあ130万円を供出しなければ、除名するって、脅迫じゃないのかな、これ。後からですね、なんかまずいなと思ったらしく、除名はしないって言い返したみたいですけれどもね。4月29日、今日はですね、130万円出さない議員は除名しますっていうタイトルの脅迫動画を上げておりました。まあまあこれ脅迫に当たるんじゃないのかなって私なんかは思いますけれども、まあまあ130万円出したらば脅迫罪、出さない状態だったらば脅迫未遂ってことになりますか。それぞれの議員の経済状態を把握してない。これ借金して選挙に出てる人もいたようなんです。そういうのも全然わかってない情報収集能力のなさとですね、各人への関心の薄さ、薄情さ、各人の都合は関係ねえ、金を出す。出さなければ除名するっていう、勝手さですね。党費の金額もですね、私は当選したら、10万円ちょうだいって、月に。わかりましたって言って承諾してたんですけれども、とある人は払ってない人もいるし、あと任意で出せばいいよって、聞いた人もいるし、12万5千円払ってる人もいるし、各人にですね、バラバラな額を提示してですね、小田君とこは給料安いから、ゼロでいいよとか、まあ、恣意的な運用がなされてる。金銭に対する不正確さ、曖昧さ、いい加減さ、ですね。あと一度資金を提供してしまうとですね、今度はたびたび提供でを求められるんではないかという恐れですね。だって最初は100万円って言ってたのも、参院選に出るために議員から100万円集めるって言ったのが、なぜかね、総会の当日に130万円って、なっちゃって、俺には10万円でって言ってたのに、それも高すぎんですけどね、聞いたら、自民党議員の党費は2万円だ。維新の党の党費は1万5千円だと聞いて、高すぎんな10万円ってそう言えば。って、後から思ったものですけれども、10万円って言ってたものを、ある人には12万5千円って、言ってみたり、なんだ3割ずつ上げる癖でもあんのかみたいな、そういうのね、金銭、金額に対するいい加減さね。あとですね、総会で、借金してでも金出せって言い放った人間性。
ですか。以上のことからですね、私は立花代表のリーダーとしての資質に疑問を持ちました。まあリーダーとしてでなくても人間としてどうなんだって話もありますけれども、これ以上はですね、党代表として尊敬して支えてついていくことができない、と判断いたしました。で、離党いたしました。まあ政治家の端くれとしてですね、自分の身体は自分だけで決めました。党に投票して、くださった方はくれぐれもお詫び申し上げます。本当に、すいません。後悔しておりません。自分で決めたことであります。もうついていけない、もういいやあというですね、豊島区議会議員としてですね、今後もですね、NHK と戦ってまいります。豊島区内の区民の方を、救います。YouTube にもいろんな動画上げたいと思います。今後とも靴沢亮次をよろしくお願いいたします。